れで、キャップもあの取材されて、はい、村田さん、中島、何にこう変わったなと。中島、去年悪い時はちょっと前に、若干前に突っ込むんですけど、よく低めのワンバウンド系によく振ってたんですよ。はい、今はもうほとんど動かないですもんね。でボールしか呼び込んで、そのまま回るという。みたいな感じ、そういう感じじゃないですか。非常にできてるのかなっていうふうに思いますけどもね。先ほど村田さんもあの軸ができて、はい、コマのように回ってた。あれが悪くなると、頭が前に出るから低めの球に止まらないっていうふうになるんですけどもね。しっかり呼び込んでいってるなって感じますよね。石井コーチも、中島君で横からショートボールを投げてですね、はい、横から投げるってのは前に行けないんですよね、バッターは。はい、前に行ったら前に行かずにその場で回るからっていう体の移動を抑える練習ではバットの軌道もあるんですけども、体の移動を抑える練習では僕はあると思うんですね。その手の下で、あそこ意識してるのかなと思って見てますけどね。はい、まさにそれが一つ結果として出たわけですね。